ディープラーニングカフェです。この番組は自分の PC でディープラーニングを動かしてみようという番組です。はい、今回のテーマは写真をビデオのように動かすです。今回ご紹介するのは1枚のソース画像とビデオを入力するとソース画像がビデオのように動く動画を作成するディープラーニングです。それではモデルの概要を見てみましょう。はい、これが今回のモデルの概要です。まずソース画像とビデオを入力するとそれぞれのキーポイントの位置、例えば全身の場合なら関節などの位置、顔の場合なら目、鼻、口などの位置になります。このキーポイントの位置を検出して基準画像との差を計算します。次にその計算結果から動画の各ピクセルをソース画像のどのピクセルから作ればよいのかを計算します。そしてソース画像に含まれていない部分が発生した場合、この場合の補正を行います。それではこのモデルを使うとどんなものができるのかサンプルを見ていただきましょう。まずソース画像は中田敦彦さんの顔、ビデオは海外のニュースキャスターで中田さんに英語をペラペラに喋ってもらいましょう。And Peter Alexander joins us now from the White House. So Peter, how soon can Ukraine expect more financial aid from the U.S.? 次にソース画像はモナリザ、ビデオは中田敦彦さんのトークチャンネルでモナリザに中田さんの一流の喋りをやってもらいましょう。びっくりの展開がね、あのヒカルさんがね広報担当で戻るっていう、いやーよかったね本当に。まず仲直りできてよかったじゃないですか。俺だってさ、もうなんか狭間でなんかちょっと変な感じだったもん俺。最後にソース画像が岸田さん、ビデオが若い女性で岸田さんにおどけていただきましょう。それでは早速自分の PC で動かしてみましょう。はい、用意するものです。まず一つ目が PC、 これは普通の PC で OK です。二つ目が Google アカウント、 Gmail を使っていれば OK です。三つ目が Google Chrome、 ネットサーフィンの時使っているやつですね。そして四つ目はオプションです。自分の用意した写真を使いたい場合はそれを PC の中に保存しておいてください。ファイル形式は JPEG です。それでは概要欄にあるリンクをクリックしてください。そうするとインターネット上にある Google のマシンに接続されて自分の PC でディープラーニングができるようになります。概要欄のリンクをクリックするとこの画面が現れます。1番から順番に先頭の黒丸をクリックしてプログラムを実行します。時間がかかる部分は早送りを交えながら進めていきます。まず1セットアップです。先頭の黒丸をクリックします。警告が出ますがこのまま実行です。今自分の PC と Google のマシンを接続してインターネット上にあるソフトを Google のマシンにインストールしています。黒丸が回転している状態はプログラムが実行中、この回転が止まると実行完了です。セットアップには少し時間がかかりますのでここから早送りをします。はい、セットアップが完了しました。それではソース画像をビデオと連動して動かしてみましょう。2、ソースとビデオの表示です。先頭の黒丸をクリックします。はい、ここに表示されているのはソフトに組み込まれているソースとビデオです。オリジナルのソースの追加方法については後ほど説明します。続いて3、動画の作成です。
ソースとビデオについて表示されているファイルの中からそれぞれ一つ選んで記入して実行します。ここではすでにソースには 01JPEG、 ビデオには 04MP4 が記入されていますので、このまま先頭の黒丸をクリックします。動画の作成には少し時間がかかりますので、ここから早送りをします。はい、動画の作成が完了しました。この三角のボタンを押すと動画が再生します。続いて4、動画のダウンロードです。先頭の黒丸をクリックします。今作成した動画を Google のマシンから自分の PC にダウンロードしています。これを自分のデスクトップにドラッグ&ドロップすると、作成した動画が自分の PC に保存されます。なお今は動画は横長の状態でダウンロードしましたが、正方形の形でダウンロードしたい場合は、このスクエアという箇所にチェックを入れてから黒丸をクリックしてください。それではソース画像の追加方法について説明します。5、画像のアップロードです。先頭の黒丸をクリックします。ファイル選択をクリックします。ここに表示されているのは自分の PC の内容です。ここでアップロードしたいファイルを選んで開くをクリックします。私はこの 11JPEG を選んで開くをクリックします。はい、これで自分の PC から Google のマシンに画像がアップロードされました。次に6、顔の切り出しです。先頭の黒丸をクリックします。今回使用するのは顔だけなので、顔だけを切り抜いてあります。そして7、ソースへ追加です。顔が正しく切り出されていることを確認して、Addに追加するファイル名を記入して実行します。私は今表示されている 11JPEG を記入します。そして先頭の黒丸をクリックします。はい、これで、自分の PC から顔だけの部分をソースに追加することができました。これで、2のソースとビデオの表示に表示を再度実行すると、今追加したソースが表示されるようになります。以上で PC の操作の仕方の説明を終わります。いかがだったでしょうか。基本的に黒丸を順番に押していくだけで簡単に動かせることがお分かりいただけたかと思います。皆さんいろいろな画像で試してみてくださいね。ではまた。